たアメリカに行きたいって言えばそれはそれで結構だし、その繰り返しなんでね。俺流チャンネル。今は次々とメジャーに選手が流出しますが、将来日本の野球はどうなりますか。心配です。これに関して言うと何にも心配してません。まあ日本の野球から全員がアメリカに行くわけでもないしね、まあ、残った選手の中で日本で野球をやりたいっていう選手がいる、アメリカに行った選手を補うために日本では高校生、大学生、社会人と、まあ、次々とこの野球界に入ってきて新しい時代を迎えながら活躍する選手、まあ、その活躍した選手がまたアメリカに行きたいって言えばそれはそれで結構だし、その繰り返しなんでね、日本のプロ野球界がダメになるとか寂しくなるっていうようなことはありません。でアメリカに渡った選手も、まあ、日本でテレビで放映されるっていうものをね、見とけばそれになりに楽しむことができると思うんで、この先日本球界がどうなるかっていうことは何も変わらずに淡々と行われていくっていうことなんだろうと思います。はい、以上です。